株、仮想通貨、FX しかり、投資やっている人間と実際にお会いしたことってありますかあの、よく質問、コメントとかでめっちゃ来るんですけど、専業ですかってめっちゃ来るんですけど、じゃないんですよね。あの、一人で美容サロンをやってるんですよね。に、YouTube はじめ TikTok 各 SNS ですね。 見てててサロンに来くくだささるるお客んんってめちゃくちゃゃいるんですよであの実際にその投資やってる方とあの私はお会いすることが非常に多いんですよね一生お金の話してんのかなとかずっと株の話になると買いなとか思ったんですけど全然そんなことなくてなんか意外とみんな普通ですね普通って言ったらなんか語弊というかなんか普通ではないんですけどまあてか投資やってる人間っていう時点で、まあ、なかなか外れてるっていうか外れてる まあ日本人のねやっぱ投資やってる割合ってやっぱ2割とかでしたっけでしたっけ ?3 割でしたっけめちゃめちゃやっぱ未だに少ないっていうらしいのでまあ、投資やってるだけでもやっぱり結構ねえ日本人の中で投資やってますかって聞いたらやっぱぎゅーってやっぱ母体というか母数は減るんでそれだけでも結構ねえ限られてはくるんですけど。 中にはあのいますよいますめちゃめちゃ怪しい人間もいますけど私会った9割の人ほぼほぼですねめっちゃ普通ですねめっちゃそんなにね嫌な人っていうかなんかもうお金にこうガツガツしてるなんかよく X とかで見るようななんかやばいやつってやっぱ実際ってあんまいないですねえー、やっぱ人間ってやっぱね分かんないんで 実はやばくてってパターンもあるかもしれませんけどやっぱ普通になんかみんな社会人やってるなっていうあれありますねやっぱイメージとしてはどんなイメージありますなんか株とか FX とか仮想通貨とかやってる人ってやっぱうさんくさいなって思われませんまず第一印象としては我々我々我々からしたら別にね株って別に怪しいもんじゃなくないっていうのはね重々承知というか まあこんなもんだよねって分かるじゃないですか。でもやっぱりやったことがない人間っていうのはやっぱ怪しいから入るんですよ。え、大丈夫ギャンブルみたいな。だからやっぱ入りません。やっぱそことそこって分かっちゃえないんですよね。新人さん始まったじゃないですか。今年ですか頭ですよね。あの、そこが天井やったんで <laughs>。まあそれは置いといて。まあ頭ぐらいから始まったじゃないですか。で、 皆さん言いませんでした新入社始まったけんやってほうがいいよとか言わんか私も言わないんですけど一切。やっぱりなんかね、やったほうがよくねえかっていうのはやっぱ思う部分はあるとは思うけど、投資を知らない外部の方ですね。その外部の方に言ってもやっぱりなんか投資介入されてるとか思われちゃうんで、それって言わないほうがよくて。 まあでも、こっちからしたら、え、兄さん、新兄さんね、非課やだけやった方がいいやろとか、やっぱ、株やるやったら思っちゃうんですけど、やっぱね、その外部の人間に何言おうがね、やっぱダメなんですよね。逆になんか友達失うって、やっぱそういう話聞くじゃないですか。なので、やっぱり、我々は我々同士で、うちうちで、なんか、ファチャ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 ねやった方が、やっぱ、安心安全というか。 安心安全。投資って怖いとか、ねギャンブルとか思ってる方に関しては、もう一生そう思ってもらって、私は結構って思ってるんですよね。こっち来なくていいよっていう、その認識も合ってるっちゃ合ってるんですよ。合ってるっちゃ合ってる。まあ、やり方によっては全然違いますよってあの思う方はも,もちろんいると思いますけど、私はやっぱ。 動くんで根がその時点でやっぱギャンブル性ってあるって思ってるんで自分の資産がちょっと減ってちょっとうーってなる方はほんとおすすめしないですよね。 あれ何の話やったっけああ、あれか、あの、実際に投資やってる人間っていうのはどういう人ですかですよね。あ、ごめんなさい。あの、ね、アドリブでポンポンポン取ってるんで、ちょっとめっちゃ長引いてるんですけど、めちゃめちゃカットカット編集してるんですけど、<laughs> まあ、それは置いといて。ね、話す内容とかも、意外となんか、ずーっと株の話をしてる方は全然そんなことなくて、なんか、普通の飲み会みたいなっていうパターンめっちゃ多いですね。で、やっぱ、話の主軸というか、 まあ、話のの一個の共通点ですよね株やってるよ FX やってるよ仮想通貨やってるよってあ今こんな感じですよねほうへ、えー、みたいな、まあ。っていう話もできるし一般の話一般の話、まあ、たわいのない雑談もできるしみたいなちょっと話の糸口というかあの切り口というかあ,のあれが広がるんでっていう要素でしかないって私は思ってますね。 中にはめっちゃ好きな人もいますけどねずっとこのメーカーについて話してるーって言う人もやっぱ中にいてそれめっちゃめちゃ面白くて前なんかフラット行った場で知り合った男性がいたんですけどその方はあれ何年前やったっけ1年前とか言ったっけなんか一生テスラがいいテスラがいいって言ってましたね電気自動車はいいぞーっていうのを一生言ってて <laughs> あれね未だに覚えてますね 覚覚えてます覚えてててまますす面白いいなっていうそこにもうテスラ愛がすごすぎてもう多分車が好きとかいなの分かんないですけどなんかテスラ愛がマジですごすぎてテスラはいいぞテスラはテスラはテスラテラってずっと言ってて私全く分かんないねあそうなんですねえー、って。 怖い、ちょっと買おうかなとか言ってみたりですね。思ってるんですけど今。面白い人多いですね。非常に。えなんかよくだねなんか、ね、なんかよく言われてるのがですね、なんか資産の額でなんかマウント取るとかね、なんかこの人がこの株いいよって言ってる目の前で空売りしかけるみたいなそういう痛いやつ本当に人間的にヤバいやつというか。 本当にちょっとやばいやつもいるらしい。わかんない。X の情報やけんわかんないですけど、らしいんですけど、そんな人マジでいないっすよ。マジでいないです。てかみんな資産の話しないですね。あんましないですね。自分がこれくらい儲かっていっちゃいうとか、まあ、損失は結構みんな言うね。で、なんかあ、言ったんすよ。なんか、まあ、今月、まあ、今月ね、めちゃめちゃえげちいほど意味わからんくらい損切りしてるんですよ。マジで。 あの言われてますよコメントであのお前結局利覚し当権なんか損失なんか何百万とか言うけど実際そんなのなかろうかって言われてますけどあるんすよあるんすよマジでも私もマジで本当にもう過去一やばくて本当にもう今本当精神的に最近ここ一週間本当にやばくてもうガチで本当にあの今月だけでもう数百万切ってて本当にもう本当にやばくてって言ったらですねえ大丈夫やろ みたいな。めっちゃ言われてもあれからあ。大丈夫いけるいける,いける。全然取り返せるみたいな。これね、めっちゃ助かりましたね。マジで。それで結構ね、元気になりました。<laughs> バリ単純なんですけど。それでバリ元気になって。あ、いけるかと思って、デートでやめるのやめますってなりましたね。<laughs> ちょっとディスコ触ろうかな。デーザー触ろうかなっていう気になっちゃいましたね、また。<laughs> それが良くないですよあ分かってますそれが良くないですよ分かってますこれマジで,でね助かったっていうかマジで励みになったっていうかマジで生きようって思いましたねマジでこれからもちょっと生きようって思いましたねあのあの際はあのあのその際はあの声かけてくださったらマジでありがとうございますはい損失をこう言うことによってなんか 励まされることがあ、大丈夫やろうって、やっぱ大丈夫やろうって直接こう言ってくれると、すっごい励みになります、こっちからしたら。マジで。ああ、これからもディスコ触っていいんだっていう <laughs>。よくないんですけど、こうやって調子に乗るけ、た、まあ、多分やられるんですけど、よくないんですけど。っていうね。終わるか。皆さん、てか皆さん、どこにお金使ってるんですかっていうか <laughs>、急にですけど。 何買っっててまますすどこ行ってます普段私は結構旅行とかにお金ポン使っちゃうんですけどあよかったら何に使ってるか教えてください貯め込んでる人もいますよねもちろんね何家とか帰ってるの何だろうバイクとか車とか旅行ご飯何ですかハイブランドっと教えてください <laughs> バリナが終わります